つ。おはようございます。今バイク乗ってたんですけどね、さっき雨パラパラ降ってきて、でちょっとコンビニでねちょっと逃げ込んで、でちょっと雨やんだかなと思ったから、またねちょっと今あの阪南の、スカイタウンというところにまた今来てるんですけどね、このミルクコーヒー、コメダコーヒー、これ買って200円コンビニに渡したんですよ。で200円渡してずっと待ってたら215円って言われて、あはいって言ってて、いやだから215円って言われて、えって言うなってほんで、ああ15円足りへんのねみたいな。これ200円超えるんですね、これね、コメダコーヒー、ね、まあだいたい200円出したらこういうコーヒーって100なんぼとかで買えるじゃないですか。200円超えるのちょっとびっくりしましたね。あ、つくつく帽子が鳴いてますね。ミキミキ、ミキミキミーンって。ミキミキミーン、ミキミキミーンって。つくつく帽子や。あ、ついはまた落ちむちゃみたいになってんじゃん、俺。ねえ。いやー、ちょっと雨上がりましたね。ちょっと雨上がりました。どこで鳴いてんのな、つくつく帽子。泣きやんだ。あ、おった。おった。あそこ。下から1、2、3、3つ目の棒のところによく見たら止まってますね。ちっちゃいな。あんなちっちゃいね。へばりついてるわ。わ、ちょっとコーヒーぬるなってるやんこれ。ぬるなってますやん、コーヒーが。よっ。あ、逆光やな、これめっちゃ逆光やな。あ、めっちゃ逆光っすね。うん。まろやかミルクコーヒーね、これぬるなったらあんまり美味しくないっすね。ここにやっぱ入れてたんですけど、あの送風で走ってる風でコーヒーがぬるなってもて、あんまり美味しくない。めっちゃ日差し出てきたやん、見てこれ。晴れてきました、晴れてきた、うん、よかった晴れてきて、うん、で今日あの GoPro で頭につけるあのヘアバンド、あのヘアバンド忘れたんですよ、持ってくんの持ってくんの忘れて、せやから走行動画が撮れないっていうね、まさかの、まあ、今日はねちょっとあの僕がちょっと長いこともう2週間ぐらいバイク乗ってないんで、ちょっとね久々にちょっとねバイクを楽しみたいということでね、ちょっと動画はね結構控えめなんですけどね、うん、走行動画は撮れないですね。これ一足入ってるから坂道の時はね、あの一足に入れとかんとね、下っていくからね一足に入れとくんですよ。でクラッチを握ってこいつを1個蹴り上げると、ニュートラル N っていうのになるんで、これで大丈夫ですね。はい、よいしょ、ちょっとエンジンかけてみましょう。あ、でも人が来ます。今ね向こうにこう歩いていってるね、あのお父さん、麦わら帽子の、うん、あのお父さんがね、このバイクを見てね、バイク乗ってるねって言うてくれて、ほんでまあ横にまあこう900って書いてるじゃないですか、うん、え、これ900ってなって、え、これはあの逆輸入ってなったんですよ。あの昔はあのバイクがあの750までしかダメだったんですね。で今はなんかね日本でもねこの900っていうのが乗れるようになったんですよね、うん、でまあね、まあ、僕もあの免許取ってまだ1年経ってないし、ね、バイクも、ね、まだ買って、ね、新しいからまだ1年経ってない、あ、ちょうど1年経ったんかなバイク買って、
免許はそうね、バイクの方が買うの早かったんで、免許取る前にバイクを先買ったんで、バイクは多分そろそろ1年になりますね。ちょうど1年ちゃいますかね、バイク買って。ただ免許買って、免許取ってからまだ1年経ってないんですよね。11月5日ぐらいで多分1年やったと思うんで、はい。でまあね、お父さんがね、まあ、気をつけて乗ってくださいよって言うてくれてね、うん、優しいですよね。ここ阪南のスカイタウン、阪南市っていうところにいてるんですけどね、まだお父さん歩いてはるわ、向こうに、どういうところにね、うん、ね、優しいですね。きっとお父さんもバイクが好きなんでしょうね、うん、よし、でちょっとエンジンをかけていきたいと思います。一回オープンして、雨降ったからちょっとフェンダーのとこ濡れてるんですけど、雨が降ってちょっと汚れておりますが、はい、エンストしましたね。これエンストするんですね。あれ、なんでやろ。スタンド立ててるなからかな。エンストするんやね。びっくりした。マフラーパスって言ったね。これマフラーが今パスって言いましたね。パコって言いましたね。なかなかいい音しますね。はい、ということで今日はね、走行動画はちょっとね、カメラね、こうバンドするの忘れたんで撮れなかったんですけどね、また次回はね、またバイクの動画撮るときはですね、忘れずね、ゴムバンドってね、動画の方をね撮っていきたいと思います。はい、ということでね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。いやー、めっちゃ暑いわ、めちゃめちゃ暑いわ、汗かいた。お疲れ様でした。いやー、暑いなー。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。